はい。よろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の獅子シ,シリーズ第83弾やっていきましょう。で、問題10問ありますので、まず一回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、皆さんにとって必要なところだけね、ぜひ動画の方チェックしてみてください。いいかなでは、早速まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 それじゃあ画面下げます。お待ちください。い今回はまた今回もかあのとあるね。都道府県の過去問使ってるんですけど、今回ね。これを解いてる時にあここの作った人とはね。俺仲良くなれそうだなってすげえ思いました個人的にすごくいい問題です。ごくいい問題っていうのは、えー、しっかりと引っ掛けようとしている問題が多い。うんって思ってね。あいいなこの。この人好きだわって思って解いてましたけど。 まあ皆さんはね、皆さんは引っかかってない方が嬉しいんですが、もしね、ちょっと落とし穴にはまってる方は、ここで落ちたことによって、本番とか、もしの時では落ちなくなりますんでね、まあ、そこしっかり押さえていきましょう。じゃあまず1番から、まあ、この辺はね、マイナス1-5ということで、マイナス1とマイナス5をまあ足し算してるイメージでいけば、マイナス同士だからマイナス。で、同じマイナスグループだから、1と5がくっついてマイナス6でいいでしょうと。で、この2番もね、いいんですよ、まず。まず指数がちゃんと入ってる。 っていうところと、この問題のミソになっているのは、まずね、指数。つまり2乗ね。これが入っている時は、この指数の処理が最初です。これをまずやってください。で、カッコマイナス3の2乗。まあ、よくね、指数出てきた時に言いますけど、外に2乗があります。こういうパターンもあるからね。これとこれは別物です。別物なんですけど、これは、カッコ、いいですかカッコ丸ごと2個かけてねって意味です。つまり、 カッコマイナス3を2個かけてねって意味になる。これはカッコがないバージョンと同じなんですよ。こう書いてもいいんですよ。これとカッコが外にあるのは同じなんですが、これはね、3が2個、ごめんなさい。3が2個ありますよって意味なの。3の2乗だから。ここ、3の2乗ね。3が2個ある。それにマイナスがくっついてますよって意味なんで、こっちはマイナス3かけるマイナス3だから9なんですよ。マイナス同士の計算だから。 でも、こっちはマイナスとプラスだから、マイナス1個しかないからね。だから、これはマイナス9。だから、違うんだよね。で、この指数が入ってる時点でも、おーいいね、いいね、と思うんですが、その後にね、ちゃんと足し算が先で、掛け算が後に来ると。はい、計算の順序を間違わせようと思ってますよね。これ、このまま9たす4やって13、13かけるマイナス2やっちゃうと、マイナス26ってことでミスになると。まあ、計算の順序ね、足し算掛け算だったら、掛け算が先です。つまり、ここを先にやんなきゃいけない。 かけるマイナスそうするとマイナス8ですよねつまりマイナス8といいですか指数処理して計算順序で処理するそうすると9マイナス8なんで答えは1になりますと OK? あのー指数に関してはまあ括弧の外に2、ね、乗がある方が圧倒的に多いです多分8割9割はこっちに出てくるんですけどたまに括弧の中に2乗が入っている時もあるので必ず違いは押さえておきましょう いいかいで次、まあ、これはよく出てくるパターンだね割り算と掛け算があるでこれは一気にやっちゃってもいいしあのここからね一つずつやっても構わないんですが私は一気にやるのが好きなのでえまずプラスかマイナスかを確認しますえプラスマイナスプラスつまりマイナスが1個奇数個ってやつねマイナスが1個とか3個とか5個の時は答えもマイナスになりますだからマイナスくっつけてで最初のやつはまず上だね 10xy2 乗 割り算の後ろのやつは下に来ます。5 y このマイナスは今このマイナス処理で使ったからもう無視でいいからね。無視でいい。で、掛け算の後ろは上に来ます。こうやって。っていうのは、もともとね、こいつら、ほにゃらら分の、1分のってのはくっついてるんですよ。全部。書いてないけど。1分の 3x だし、1分の、まあ元々、もともとマイナス5 y だしね。で、割り算の後ろっていうのはひっくり返すから、下に来るんだよね。5 y 分の1っていう感じ。だからまあこうなる。まとめるとね。 で、俺は一気に約分しちゃいたいので、5と10やって2が残る。y1 個消して、y が1個消えるから2乗消していこうか。そうすると、分母は1でなくなるということで、上には 2xy3x、あとマイナスね。が残っているから、まあ、全部まとめると、マイナス 6x が2個か。2乗 y と。これで終了です。 多分ね、一気にやる方が難しく感じると思うんですよ。だって一個数やってもこれできるし。10ね、十 x y 2乗割るマイナス 5y やったら、えー、マイナス2、えっ、ー、と、xy か。で、かける 3x やったらさ、普通に今マイナス 6x2 乗 y っていけるじゃん。こっちの方が楽だよって思う方いると思うんですけど、なんでこの一気にやるパターンを押すかっていうと、割り切れなかったりとか、今10割る5がね、割り切れなかったりとか、あとは分数が出てきた時にも、これ対応しやすいんですよ。 で、分数出てきた時に、一個数やっていくと時間かかっちゃうんで、なんでこっちの方が俺は好きっていう。まあ、その好みね。で、4番ね。まあ、これも、ね、この、あの、方程式。最初からイコール1とかにしてないのがいいところ。これ結構分数邪魔なので、全体に3をかけちゃう方がいるんですが、これ、方程式って言って、最初からね、例えばイコール1みたいな。これを書いてあれば、全体に3をかけるみたいなものを技を使って OK なんです。ただ、これ方程式じゃなくて、 計算しなさい。解きなさいって言ってるだけは、計算しなさいって言ってるだけなので、かける3とか勝手にしちゃダメなんですよ。じゃあ何するかっていうと、通分します。こいつ、まとめてね。まとめて1分のを乗っけます。上と一緒。考え方は。1分のって。で、これを、下と上、両方3をかければ3分のに変わるから通分できますよね。なんで通分しちゃいましょうと。で、通分して、分母揃っちゃうから、全部まとめます。3分の。 で、これ、上にも3をかける必要があるので、6x、プラス、嘘、マイナス 3y。こうなる。で、気をつけな、ここです。これはまあ、3をかける必要はないので、このまま乗っけたいんですけど、よくやるミスはこうね。えー、こうやってやるミス。一見合ってるように見えますよね。この書いただけなんで。これミスです。何かっていうと、これ、ここ、カッコくっつきます。カッコ。このマイナスっていうのは、こういうふうに、まあ、5x にも、プラス y にも分配しなきゃいけないんですよ。 両方配ななきゃいけない。けだから結果的にはここはス x なんですけど後ろも符号変わるんでス y になるんですよ。これがよくやるミス。だからここがマイナスになってる時点でおーへっ引っ掛けようとしてますねーって思うわけよ。いいかいであとは分子をまとめていきましょう。よいしょ。X、がまず 6x−5x なんで x が残ってス3 y とス y なんでス4 y と。 すいませんちょっと私ですね今腰を痛めてしまってごめんなさいあのね中腰するとなかなかちょっと痛そうな声が出るかもしんないんですがもしね変な声入ってたら気にしないであこの人腰痛いんだなと思ってくださいでこれで終了で5番いきますでこれはまあ公式使ってもいいですね左側が、えー、ルート5ルート5って揃ってるんでこのパターンですね x 3 x-2 って、左側が揃ってるからさ、よく出てくる公式。で、これやったらさ、x の2乗を足したものを x だから、プラス x でかけたものだから、マイナス6ってこうなりますよね。そのまんま公式使って、ルート5の2乗。ルートって2乗したらルート外れるから、5! で、ここプラスルート5、マイナス6で、マイナス1、プラスルート5か。これで OK です。これ答えなんだよ。なんで書いてないかっていうと、もちろんこれが一番いい。公式使ったらね。 ただ、その受験本番でさ、頭でパッて公式出てこないこともあるじゃないですか。じゃあ公式出なかった時どうするって。諦めますか。ダメ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 。もうラッキー問題よ。これは、全部掛けっていうめちゃめちゃ無敵な技を使ったら絶対解けるんです。全部掛けって何かっていうと、全部書けんの。ルート5とルート5。ルート5とマイナス、この2ね。で、プラス3と、えー、ルート5、プラス3とマイナス2と。つまり4回、全部掛けるっていう。 ちなみに、みに全部がけっていう言葉を、えー、皆さん、塾とか学校で使っちゃダメですよ。きょとんとされます。私が勝手に言ってるだけなんでね。お気をつけください。で、これやっていくと、ルート5とルート5かけると、ルートはね、同じものをかけると、ルート外れるから、5。ルート5とマイナス2。マイナス、えー、2ルート5。プラス3とルート5。プラス3ルート5。で、3とマイナス2だから、マイナス6と。で、これ同じね、まとめると、マイナス1、プラスルート5と。 こっちを答えに残してますけど、あの、下が一番いいからね。下の方がいいんだけど、全然全部書きは使えるので、これはぜひ <laughs> 覚えてください。展開の時はね。よっしゃー。で、次ね、この6番もいいね。渋くて。このめちゃめちゃシンプルな問題。これ多分9って間違った方いると思うんだよね。9。これどうやるかっていうと、割とね、やるミスが両方 X あるから X で割っちゃって、X イコール9みたいな。これダメっすね。 まず何するかっていうと全部左辺に持ってきます。あ、9x をね、左側に持ってきて、マイナス 9x にします。で、ここから x をくくり出します。くくり出す。x を両方から取るイメージなので、x とマイナス9が残ります。つまりこうなる。さあ、これ何かって言った時に、ちょっと復習です。皆さん、ある計算をした時に、ここにたどり着きました。x、はい、いくつでしょうかできますか これ、x イコール1と9ね。まあ、ちょっと楽する。ずるい覚え方をするんだったら、こういう風にカッコが2個あるときは、ここにある数字の符号を変えたもの。あ、こっちが。が答えになりますと。マイナス1だからプラス1。マイナス9だからプラス9。で、OK だよって。で、これが、なんでこれが使えるかっていうところは絶対覚えなきゃいけなくて、これって、カッコの間って掛け算で繋がってるんですね。つまり、 このカッコかける、このカッコイコールゼロ。あるものとあるものをかけてゼロになるためにはどういう時かっていうと、どっちかがゼロになればいいよ。かけ算は。でしょだから、今左のカッコって x-1 がゼロなわけじゃん。で、右のカッコは x-9 がゼロなわけでしょゼロになる時っていうのは。これ解いたらさ、x イコール1じゃん。これ持ってくるだけだから。これもこっち9じゃん。だからこの答えなの。 そのパーツこの、それぞれのパーツが0になるときを考えているから、こうやってると。で、この部分がしっかり押さえられていれば、これもできる。ここ、X とカッコの間に掛け算隠れてます。つまり、こいつが0になるか、このカッコが0になればいいんです。今ね。で、つまり、X が0になるか、このパーツが0になるのは、まあ、9ね、さっきと同じ。 9になればいいつまり答えは0と9ですちなみにこの因数分解の解き方みんなは公式使ってるからさっきみたいに括弧二2個バージョンとかがすごい一番やってるんだけどその前にやってるからこれ教科書でくくり出しの部分でね意外と抜けるこれあんま出てこないからでもこういうふうにポロッとね、まあ、受験問題とか出てくることがあるのでごめんなさいあの空気清浄機の,あの水がなくなりました <laughs> 失礼しましたいいかな じゃあ次行きましょう。等式変形ですね。まあ L イコール 2πR と。まあこれはこの、あれか円周の公式か。いや、書いてありますけど、これは R について解きなさいと。つまり R について解くというのは、ゴールが R イコールです。R イコールホニャララにしたい。だからまずさ、この R 左側に持ってきたいよね。ただこいつらは全部くっついちゃってるので、なんでまとめてやります。で、よくこうって言ってさ、右辺から左辺に来たり、左辺から右辺に行ったり。っていう時に符号を変えるでしょ。 けど、覚えててほしいのが、左辺と右辺にあるものを丸々ね、全部丸々入れ替えるときは別に符号変えなくていいからね。まあ、こうやってやっちゃっていい。丸々入れ替えるんだったら。で、R 左側に来ました。あと、2π 邪魔よね。これ子消えればいいと。消すにはどうするかっていうと、消しゴムで消すわけにはいかないので、こうやって割ればいいよね。まあ、これ掛け算でも書いちゃうんだけど、2π 分の1っていうのをかければいい。そうすると、約分で消えるから、こうやって。 ただし、左側だけにかけるのはもちろん不公平。だから、右側にもかけなきゃいけない,い,い。俺らにもかけてくれよって話よ。で、そうすると、左側は R しか残りません。右側は 2π 分の L となって、これで終了です。さっきも言ったけど、R イコール。この形になればゴールです。もしこれにマイナスとかが残ったら、こいつもちゃんと処理するんだよ。何かが残したらその時点でバスです。絶対に。いいかな では、あと3問です。8番。一つの内角が140度ということで、その時、まぁ、性 N 角形、これ何角形ですかっていう話なんだけど、ここにポイント書いてあります。ほにゃららで攻めようということで、この内角とかね、まあ外角もセットですけど、が出てきた時には、まあ外角で攻めましょう。のが絶対に楽。外角。つまり、一つの内角が140度ってことは、一つの はい、外角何度だはい、これ40度ね。なんでかっていうと、ちょっと、一つの内角140度書くのめんどくさいからさしか、三角形で許して。正三角形あるじゃん。一つの内角が、これは60度よね。全部60度だから。これ内角よ。で、外角って何かっていうと、その外よ。外。ここです。これ。これ外角。一つのね。ってことは、一つの内角のお隣さんだから、必ず180から引けばいいわけよ。内角を。 で今、一つの内角が140度って言ってるから、180から140引けば、一つの外角は40度ってすぐ分かります。で、なんで、外角の方で攻めていくかっていうと、内角ってさ、何角形によって分かると合計変わっちゃうわけよ。三角形180度だし、内角足すとね、四角形360みたいになっちゃうんだけど、外角って全部360なの。いいえー、外角は、は、合計ね。 360度固定なんです、全部。だから、一つが40度って分かったら、全部で360度も分かってるから360、360÷40 をしちゃえば、これ9ってなるでしょつまり、これ、九角形ですね。で終わりなんですもで、今回は N の値を求めようって言ってるから、えっと、正九角形って書くんじゃなくて、答えの欄には N イコール9って。これで終了。 いいね。内角外角が出てきたときは、基本的に外角で攻めた方が楽。まあ、問題にはよるんだけど。いいかな。で、9番でございます。えまず、えー、y は x に比例しということで、比例するときに、こいつ、x がマイナス3のときに y が18ですと。で、じゃあ x が1 2分のあ1 2のときの y いくつですかって問題なんですが、まず比例って書いてる時点で、皆さんの頭の中にこの子、y イコール ax が出てほしい。 比例はこれだよ。y イコール ax ね。これを使っていくんだって。比例って言われたら。じゃあ、今、まずね、x がマイナス3のとき y が18って、これセットだから、こいつらを入れます。y のとこに18、x のとこにマイナス3入れると、マイナス 3a だよね。つまり、これ、両辺マイナス3で割ると、a イコールマイナス6となります。つまり、まず比例の式。今使える式は y イコール 6x ってことが、式はわかりました。じゃあ、 x が二分の一のときって言ってるからさ出した式の x のとこに二分の一を代入すればいいからマイナス6 ×二分の一、これ掛け算だからねでこれ計算すると y イコールマイナス3となって x が二分の一のときの y の値が出てきましたよとこれで終了いいかなもう比例って言ったらこいつなんで覚えておきましょうそしてラストです おそらく今回の問題で一番つまずくこが多いのがこれ。で、ちょっと回答欄ですね。書けなかったんで編集で出させてください。ここにね、出しておきます。え、空間内の平面について述べた文として、適切でないものね。違うものを探せって言ってます。で、今回ですね、その平面とか直線とか点っていうのが話が出てくるじゃないですか。で、これ、考えるときに頭の中で考えられるからいいです、それで。いいんですけど、苦手だな、よくわかんないなって思うか方は、こういったものを使ってください。 平面っていうのは紙とかノートとか手です。で、直線はペン使うといい。まあ、鉛筆とかシャープペンでもいいからね。で、点っていうのは、まあ、指先がいいな。一番、指先が一番これね、いいんだけど、えー、消しゴムとか使っても OK よと。いいっすかで、これはちょっと時間取って、あの、もしね、あの、飛ばしちゃてもらっても構わないんだけど、えー、時間取って説明します。で、まず、これ結論から言うか。あ、でも、結い,いか。結論から言おう。これ答えあね。適切でないの。やばい、なんで違うかは最後に取っておきたいんで、いいから言っていい で、交わる、あ、いいね。い,いの選択肢。交わる二直線を含む平面は一つに決まるって言ってる。じゃあ、ちょっとペン持ってこようか、二直線。これね、ペン二つあるでしょこういうふうに出してみんなも。これ直線だと思って。本当はもっと伸びるけど。で、交わる二直線ってことは、こういう風うに交わってるわけ。みんなも重ねてみて。わかんない方。その時さ、この二直線、いいかい二直線。こいつを通る平面は決まりますかって、どういうことかっていうと、いててて、クリアファイル持ってきました。多分これが見やすいよね。こういう風うに、 平面、こうか。こうくっつけると分かりやすいね。このさ、直線二つの直線にペタってくっつける平面ってこうなるじゃん。こうペタってくっつければ。これが、えっと、通るってことなの。で、これが一つに決まりますかって聞かれてる。ちなみに結論決まるよね。だってこのさ、交わってる二つの直線をペタってくっつけるの、これ以外なくないこの直線がさ、こう固定されてるのに、ペタじゃなくて、こ、こんなんできないじゃん。くっつかなくなっちゃうから。 だから、二つの直線がある時点でも平面はこう、ペたッと一個に決まるんです。こういうことね。で、そのまま、うでいくと、うね。うも平行な二直線って言ってんの。つまり平行なる。ちょっと平行難しいけどね。まあ、こんな感じだと思って。でも直線二個あるんよね。だからこの二つを通るって言ったら、これしかないよ。ここ以外は平面組めないから。だから一つに決まりますと。で、えの、一つの直線と直線上にない、ない一点を含むっていうのは、じゃあ一本ね、直線がありますと。 例えばさ、この直線をって言われたときは、一つに決まらないのよ。なぜかっていうと、決まりそうでしょ実は。あ、でペタってくっつけたら、これ一個しかないじゃんって思うよね。こんな感じで直線曲がっていくけど。ね。だけど、これさ、三次元で考えてるから、別にこの、こうなってもいいわけ。ペン動かしてないからね。こういう直線もあるし、こういう直線、あ、ごめんなさい、平面もあるし、こう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 って、別にこの一本の直線を通る平面だったらいっぱいあるわけ。な、一個に決まんないから。でも、 この1個の直線と1点。つまり指先ね。1点。1点。ここは通ってねこっちでしょか。ここは通ってれって決められたら、この直線と1点が決まるから、これ以外固定されて動けなくなるんだよ。だって、ここって、ここ通れって言ってんだから。だから、1つに決まってしまう。だから、いとうとえは1つに決まりますと。じゃあ、なんであは決まらないかっていうと、これね、ポイントが、一直線上にある3点なんだよね。つまり、1つの直線。 三つ点はあるんだけど、一つの直線のようにポンポンポンって全部乗ってる点考えてる。ってことは、三つの点って言ってるけど、結局一つの直線しか使ってないのよ。だから、まあ三つの点でやったら分かりやすいんだけどね。ちょっと指三つ並ぶかな。こんな感じでね、三つ、指があるじゃん。点があるするじゃんか。その時、こうやってくっつくんだけど、これ別にこうも曲げられるんだよ。さっきみたいに。直線一本分しか決まってないから、一つには決まらないわけ。これがもしね、もし、 一つの直線上にない3点。一つの直線に並ぶんじゃなくて、ピーンみたいな曲がった3点。一つの直線上になければ、これ1個に決まります。この3点通るときは、ペタってあったらくっついて、このままできないから、動けなくなっちゃう。っていうのも、点がね、一つの直線上にないってことは、指3もいくよ。こうなったときに、この直線、ここの2点使えば1個の直線作れるじゃんか、ここの2本の指作ればここの直線作れるじゃんか。もちろんこっちも作れるから、 つまり、2本とか3本の直線のことを考えているので、このね、2つのいとかうにあるように、2つの直線をって言われたらもう1つの平面しか決まらないよ。もうちょっとクリアファイル今持ってないから出せないけど。意外にペタってくっついて、そこから動かなくなるから。だから今回の選択肢としては、あが正解となります。ぜひね、まあこれ今口でブラーって説明してますけど、皆さんも、えっと、みんな、身近にあるね、ペンとか、まあ、指先とかね、紙とかノートでもいいので、それで考えてみてください。 それ実際に手を動かしてやった方が多分しっくりくるので、ぜひお願いします。はい、ということで、今回はね、高校受験対策の趣旨シリーズ、第83弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。